ハロー。2012年9月26日。300万円使って関ヶ原の戦局をひっくり返せ。現代文明のものを300万円以内で何でも持ち込んでよし。ただし車両の燃料費や弾丸など消耗品の処刑費は込み。戦車一つあればなんとかなりそうだな。戦車どころか300万じゃニュービートルもきついぞ。軽トラ1台で戦況は変わる。中国産コピー AK が1000円くらいで買える。弾丸も1発20円くらいで買える。結論、15万あれば十分。ぶっ放してるのが1人程度ならあいつら平気で突っ込んでくるぞ。言い忘れてたが人員雇うのは経費の範囲内でか。人を雇ってこれで完璧。赤と黒でローテーションすればいい。中国人なら1人1万くらいで働くぞ。100万もいらんな。中国人高いぞ。アフリカとて日当1万で命売るやつはそうそういない。関ヶ原の戦局もひっくり返せる。そう、iPhone ならね。わろた。ここにクレイモアを置いときますね。米国の純正品で250ドル。仮にパキスタンや中国あたりのコピー品使ったとしても数百キロ平米ある戦場を面的にカバーできるとは思えないぞ。毒はさすがに反則だよな。毒でも何でも経費300万以内に収まるなら何でもありだ。前衛の部隊にリポビタン D の増しとく。みんな元気発達。1台5万くらいの無線機と予備バッテリーを配る。情報伝達速度こそが近代戦の要である。これだろ。300万もいらんだろ。ガソリン入れた瓶でも敵陣に投げ込んでやれば終わり。後半野望できる上に馬は匂い嫌うだろ。車両などでくっそ広い戦場に巻く経費も込みの300万だぞ。300万で中古のランクル買って敵陣に突っ込ませるしかないか。秋葉のトラック無差別思い出してみろ。数十人が関の山だぞ。10万円くらいの警戒まくって突っ込ませるか。コンビニ前の段差でも突っ込むの怖いのに、未舗装岩ゴロゴロの戦場で奴ら威嚇できるほどの速度出せるだろうか。足軽が車になるだけでも脅威じゃね。畑を軽トラで疾走すればわかる。速度でない？スタック。引きずり出される。ヘリをチャーターして東軍本陣に重油をまく。さらに火炎瓶投下で終了。ヘリ本体、ヘリの燃料費、操縦士の人件費はお前らが免許取得にかかる経費、ばらまく油、レギュラー満タンでも痛い出費なのに戦場丸焼けにしようと思ったら非現実的。中古でダンプなりパワーショベルなり買ってこい。重機は扱い方次第で殺人マシーンに変わるぞ。重機という発想がなかった。フルで突っ込めば簡単に終わりそうだな。中古で300万は良いのが買えない。誰か関ヶ原の地理的な状況を教えてくれ。どちらの軍勢も8万人そこらなんだろ。そして必ずしも皆殺しにする必要はない。確かに戦死者は両方合わせても8000人程度だしな。勝利条件そんなもんなのか。現代装備なら100人くらいで達成できそうだな。戦局をひっくり返すのが目的だから、関ヶ原での海戦をやめさせて西軍を勝たせる算段があるなら OK だぞ。迫撃砲とかってどれくらいかかるんだ。5門も配備しとけば敵は総崩れになりそうなもんだが。1000万だってよ。だけ弾どころか1門も買えねえな。RPG だったらどうだ。あれだったら安い印象があるが。500ドルってところみたいだな。コピー品かわからんが、弾が20ドルくらいっぽいぞ。だったら300万円もあればだいぶ配備できそうだな。戦国時代の歴史の本を300万円分買って、小早川側に事前にばらまく。これで全員予知能力者になれる。しかも安全。これきた。これは、準入手よりも簡単。しかも確実。小早川、俺って発狂して死ぬの？スナイパーライフルで暗殺だな。松尾山の威爆で見えない秀明を具体的にどうスナイプすべきか。民間軍事会社の腕利き傭兵、300万程度じゃやってくれないと思うぞ。AK-47 を600丁と10万発の 7.62mm 弾が買えるな。これだけあれば関ヶ原どころか日本を統一できそう。放射状に放たれた矢に当たって終わり。地雷幕か。安価な奴なら単価数十円だな。問題は設置だな。現代だとヘリや飛行機から巻くんだけど300万じゃきついな。手榴弾をインチ打ちの要領で現地の足軽に投げさせる方がいいんじゃね。アブトマットカラシニコフに勝るコストパフォーマンスの高い対人兵器は未だに存在しない。カラシニコフを数丁買って職人に渡せば量産してくれるんじゃね。猫だな。猫を大量に連れてきて戦場を歩かせる。あまりの可愛さに戦争は中断される。平和な感じっすこ。犬じゃないから無理。
現代に戻れるならば、向こうで里を売る。現代に戻ってその頃の金を売る。向こうで里を売る。で永遠に資金増やせそう。戦争はどうなったんだ？そんなものは忘れた。この時代の人って神様本気で信じてる人いっぱいいると思うから、10万ルーメンライト光らせて我は雷って適当に演説すれば信じてくれそうじゃない？このライトめっちゃ眩しいし。全身白タイツでこの時代に存在しない文明レベルのものを大量に体に身につければいけるいける。全米ライフル協会に無料の射撃演習場を提供すると申し出る。アメリカ人がヒャッカーしながら来るな。なお、ワンチャン死ぬ模様。洗剤を買いまくって混ぜちゃえ危険を行う。混ぜちゃえ危険って随分注意する綺麗な注意書きだな。無理だな。密閉された空間でもないし。武器とかじゃなくさ、例えば300万円分の米買ったら多分何十万億になるじゃん。それを小早川とか毛利にちらつかせてちゃんと戦わせたら勝てたんじゃね？現代から持っていくってこと？米300万円分なんて数十国にしかならんだろ。現代から何らかの物資持ち込んで、現地で換金交換するのは OK。ただしお前らが怪しまれずに交渉を遂行できるのであれば。300万だったら大体30国らしいぞ。微妙じゃね。微妙すぎるな。武器以外でいけたら面白いのにな。300万円でエロ本を大量購入していくさの前日に東軍の陣地内にばらまく。毒ガス散布なら簡単だろ。オウムだってサリン作れたんだから。毒ガスは運用が難しい。風向き一つ。農薬散布用のヘリをチャーターすれば風向きとか小難しいこと言わんでもいいと思う。やはり300万じゃ物理的には厳しい気がする。無線通信機とか中継機で各省の情報を共有できるようにするぐらいしか言ってはないんじゃないかな。思えば300万ってなんかできそうで微妙にできないくらいの金額だよな。なかなか面白い設問だと思う。今回は300万で関ヶ原の戦局をひっくり返すスレを紹介したよ。ご視聴ありがとうございました。